西北青年会は連合軍占領下の朝鮮半島南半部で活動した極右反共主義団体。略称は西青。2014年に再建準備が取り沙汰され当時の大韓民国で物議を醸した。しばしば西北青年団とも呼称されるが、これは誤りである。百四十八年五月十一日に韓国国会の施設前で、 ソ連軍の撤兵を求めてデモ活動を行う西北青年会の会員日本の降伏後朝鮮半島は北三38度線を境に北半部はソ連軍南半部は米軍の占領下にそれぞれ置かれたそのうち北朝鮮ではソ連軍当局と朝鮮の共産主義勢力によって社会主義化政策が強制的に実施され農地改革で 地主層の土地が強制的に没収されたり、資本家が自己保有する、動産、不動産を没収されたりした。そのため、この状況に不満を持つ北側の青年層が南朝鮮へ脱北し、南側で共産主義に敵概心を持つ団体が組織されるようになった。これら反共団体のうち、平安青年会、公会同会青年部、大感覚新青年会、 皆、北青年会、北潜青年会、洋虎、団などが統合し、1946年11月30日に平安堂出身者を中心とする西北青年会が結成された。米ソ間の対立が冷戦として次第にエスカレートする世界情勢の下南朝鮮でも米軍軍政庁の施策が反響の色合いを強め、これに反発する。 左派系団体による大規模な騒造や事件が発生するようになった。これを受け、西北青年会は南朝鮮国防警備隊や南朝鮮警察の共産勢力取締りに協力し、過劣な白色テロを行ったとされる。1947年に池青天が反共団体、大同青年団を組織すると、西北青年会は合流派と残留派に分裂し、 残留派はそれ以降、李性晩の親衛隊としての性格を強くする。この頃には、民族主義的な立場の人間であっても、要求的とみなせば容赦なく攻撃するようになり、1948年からの、チェジュ島4.3事件の際に、島民虐殺に加わったほか、1949年には、元会員の安時が、朝鮮独立運動で、 名高い民族主義者の緊急を暗殺している。1948年12月19日以降、西北青年会は政治団体としての活動を停止し、1950年の朝鮮戦争勃発とそれによる社会的混乱の中で忘れ去られていった。だが、2014年にセォル号沈没事故の政府対応をめぐり政治、論争が長期化する中、 同年9月28日に、西北青年団再建準備委員会を辞任する集団がソウル広場に現れ、西北青年会に改めて注目が集まった。ただし2014年の集団については、その後インターネットやマスメディア等で一切活動が伝えられていない。西北青年団再建の波紋、極右団体の復活に、知性はどう対処すべきか、政治。 ハンギョレ記者手帳から軽々しく口にすべきでない、西北青年団、政治、ハンギョレ、ありがとうございます。